増税メガネが揶揄される中、国民すべてに10万円配った方がいいのではと最近考える昨今、F3 戦闘機開発 GCAP でイギリス主導との発表があり、日本の方が総合的なパーツ群の技術力は上と感じました。ロールスロイス社もお手上げ状態のエンジンですが、今回は次期戦闘機開発 GCAP の最新情報を交えて考察していきます。やっぱり新進を量産化して無人機開発を同時に、次の F4 で純国産最強戦闘機開発はどうでしょうか。いや、横浜のガンダムに異変が起き動き出す。あれってテストではないのかな。宇宙世紀。来月2023年12月で、日本とイギリスとイタリアの3カ国の政府が、公式に次期戦闘機開発を含む一大プロジェクト GCAP グローバルコンバットエアプログラムの実施を表明してから、早くも1年が経過した。GCAP グローバルコンバットエアプログラムは、新たな航空戦闘システムの構築を目指すものであり、単なる一有人戦闘機の開発のみを志向するものではないとはいえ、やはり、最大の関心は、それを抜きには語れない。3カ国は、現行の有人戦闘機の代替を、GCAP グローバルコンバットエアプログラムを通じて開発される機体に求めることとなっており、それぞれの国で、現在運用中のいわゆる弾4世代戦闘機を置き換えることを期としている。日本の場合は、それは現行の F2 戦闘機であり、同機は、今の日本の航空自衛隊が保有する F15 イーグル、F3 ゴライトニング2という3機種の中では、特に、日本の国情に照らして対艦攻撃兵装を充実させることに主眼が置かれてきた。現行の F2 戦闘機は、アメリカの世界的なベストセラー機である F-16 ファイティングファルコンをベースとしながらも、大型の空対艦ミサイルを4発搭載可能な仕様となっており、日本固有のニーズに対応している。一方で、イギリスやイタリアは、同様に、いわゆる第4世代戦闘機である、イギリス、ドイツ、イタリア、スペインの4カ国で共同開発を行ったユーロファイタータイフーンの代替を機としており、こちらはマルチロール型の機体である。日本の場合には、現行の F2 戦闘機の保有数は、およそ90機、イギリスとイタリアは、現行のユーロファイタータイフーンの保有数は、前者が160機、後者が96機であり、それぞれが、同数の代替機を必要とするなら、その合計は、およそ350機ほどになる計算だ。ちなみに、ユーロファイタータイフーン派、残りの共同開発国であるドイツが143機、スペインが93機を導入しており、その他の国々も含めると、総数では580機以上が生産され、商業的にも、決して少なくない地位を築いたと言ってよいだろう。そのため、今回の GCAP グローバルコンバットエアプログラムを通じて開発される有人戦闘機においても、イギリスやイタリアは、第三国へ輸出することに大いに期待しているであろう点は想像に難くない。日本でも、防衛装備移転三原則の制約はあるものの、今回の GCAP グローバルコンバットエアプログラムを通じて開発される有人戦闘機については、同様に、第三国への輸出を望む声が高まっている状況にある。折しも、防衛装備移転三原則の緩和を政治的に進める動きも並行して進捗している感もあり、アジア地区における GCAP グローバルコンバットエアプログラムを通じて開発される有人戦闘機の輸出には関心が集まっている。ただし、あくまで、個人的には、まず、GCAP グローバルコンバットエアプログラムを円滑に軌道に乗せ、そこで開発される有人戦闘機の完成の目途を固めることが最優先事項であり、輸出は、その後に考慮すべき課題ではないかと感じてしまう。これまでの武器輸出三原則や、現行の防衛装備移転三原則の存在や、その定義の緩和は、政治的な課題として検討するとしても、実際の航空自衛隊の装備として、2035年から F2 戦闘機を退役させる計画を着実にすることが求められると思えるゆえだ。そんな中で、2023年夏には、
GCAP、グローバルコンバットエアプログラムの参加国に、新たに、中東のサウジアラビアを加える可能性が浮上したと、世界の多くのマスメディアが報じる事態も発生していた。もともと、サウジアラビアは、ユーロファイタータイフーンを導入している国でもあり、多額の開発費用が必要となっている現在の戦闘機開発においては、イギリスやイタリアは、その豊富な資金力を歓迎していると伝えられた。一方で、日本は、原油の輸入量の9割以上を中東に依存する、かなり危ういエネルギー調達の構造になっているとはいえ、GCAP、グローバルコンバットエアプログラムに、サウジアラビアが新たに加わることについては、慎重な姿勢を崩していないと言われている。それは、新たに、サウジアラビアが、このタイミングで、GCAP、グローバルコンバットエアプログラムに参加するとなると、使用の要求などの面で、スケジュールの遅延が発生することを危惧しての判断だと思われる。その後のこのサウジアラビアの GCAP、グローバルコンバットエアプログラムへの参加については、具体的な続報が見当たらず、少なからず、2023年10月に正規したイスラエルとハマスの軍事衝突も影響しているようにも映る。イスラエルとハマスの軍事衝突においては、西側諸国の中でも、アメリカのような完全なイスラエル支持と、日本のような中立的立場、そして、フランスのようなパレスチナ側寄りの立場と、その見解が分かれている。多くのアラブ系の国家は、現実的な政治政策としては、イスラエルと和解する選択を加速させてきていたが、今回の件でイスラム教対ユダヤ教、キリスト教という対立構造が、またしても繰り返される恐れもゼロではないだろう。そうした状況を鑑みると、サウジアラビアにとっては気の毒ではあるが、日本としては、GCAP、グローバルコンバットエアプログラムへの同国の参加は諦めてもらい、完成品を購入してもらうことに止められるのがベストに思える。さて、GCAP、グローバルコンバットエアプログラムだが、来年2024年の後半までには、日本、イギリス、イタリアの3カ国による共同の開発機関を設置する方向で、最終的な協議が行われていると召されている。読売新聞社等の日本の大手マスメディアでも、2023年9月末の時点で報じられたが、GCAP、グローバルコンバットエアプログラムは、この共同の開発機関の本部を、イギリスの首都ロンドンに置き、責任者に日本人が起用される方向のようだ。GCAP、グローバルコンバットエアプログラムは、この共同の開発機関の傘下に、実際に、機体の設計や製造を担う関連企業が集められたジョイントベンチャーを置き、運営される形式となる模様である。実際に、機体の設計や製造を担う関連企業が集められたジョイントベンチャーは、日本は三菱重工業社、イギリスは BAE システムズ社、イタリアは、レオナルド S.PA が中核を担うことが予期されている状態だ。その中でも、イギリスの BAE システムズ社は、ユーロファイタータイフーンの開発の中核を担い、かつ、F3 ゴライトニング2に関しても、パートナー企業として、様々な関与を行っており、戦闘機開発における豊富な実績を有している。それだけに、イギリスの BAE システムズ社は、今回の GCAP、グローバルコンバットエアプログラムにおけるプロジェクトの統括も最適任な企業と言えそうだが、前身のテンペスト計画では、難航していたことも事実ではある。日本からしてみれば、次期戦闘機用に、IHI 社が試作機を完成させた XF9 など機関部においても、独自の技術を高めていた点はあるものの、量産化を含めたマネジメント手法ではの BAE システムズ社に、一日の長があることは間違いないだろう。F35 ライトニング2を見ても、近年の戦闘機開発が、当初のスケジュールや予算で無事に開発されることは非常に困難であることは予想されるが、なんとか GCAP、グローバルコンバットエアプログラムが、想定内の範囲で着地することを願ってやまない。